どうもどうも、突然始めてみました。夕方、昨日と一緒で、今日は夜もいつもの時間帯も配信しようと思ってるんだけど、なんか夕方の配信が意外と好評というか、来てくれる方もいるので、少しやってみようかなと思って来てみました。ちょっと今テロップ打っててコメントが読めてない。こんばんは、こんばんはとこんにちはの間の時間、こんばんは、こんにちは、会社ナウだってお疲れ様、こんばんは、こんにちは、こんばんは、早すぎ仕事中につき無音です。夜の時間帯もやりますね、また。こんばんは、こんにちは、こんばんは、こんにちは。はじめましての方もありがとうございます。茶気温泉の竹ひとみです。よろしくお願いします。わー、デカハート祭りだ、本当に。デカハートとポボギフトいっぱいありがとうございます。すごい、なんかガチイベの時みたいで、最初の数分間コメントがない最初の数分間コメントがなくて、ずっと対象ギフトが投げられる、あのガチイベの空気みたいになってる。こんばんは、あるあるだよね、ガチイベあるある、最初の数分間コメントがないやっほー、こんにちは。今日は早起きしてランチ行って帰ってきて、これから勉強をするんだけど、その時間まで少し間が空いていたので、夕方みんな何してるかなと思って来てみましたわお、ポボギフトとデカハートいっぱい投げてくれてありがとう、みんな感謝です。ポボのランキングも9位から動いてないっぽいしね、すごいですよね。デカハートのイベントのやつも総合ランキングで時間空いても7位とかで止まってんの、すごいわ、一桁でいるのすごい、ありがとね。こんばんは、こんばんは、のぼせに来ました、ありがとうございます。誕生日を会社で迎えてます、え、悲しい、そしておめでとう この時間だから見れる人もいるからいいですね。そうだね、なんかファンレベル10以上の人をたくさん、今月275人以上にしたいっていう目標がある中で、配信の回数が多かったりすると視聴時間が稼げるからっておっしゃったので、皆さんからそんな意見を聞いたので、今月はちょっと頑張る月にします。こんばんは、はじめましての方もありがとうございます。茶気温泉の大竹ひとみです、よろしくお願いします。ポボのギフトのやつとデカハートを集めてるので、よかったら協力してください。そしてフォロワーさん2000人を目指してるので、まだフォローされてない方はぜひこの機会にしてくれると嬉しいです、よろしくお願いします。やっほー、久しぶりにお会いする方もいると思うんですけど、こ
こっちのアカウントでしか今は配信してないので、こちらのフォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。やっほー。ジャケちゃん、ジャケちゃんは相変わらず美人ですね。だって、いえいえ、とんでもないです。今日はちゃんとメイクをしています。今日はいつものメイクよりピンクのアイシャドウを少し濃いめに入れてるので、目元に血色感があります。のぼせに来ました。ありがとうございます。どうも、ゲリラで来てしまいました。何時までやろうかな、この枠の配信を何時までやろうかあんま考えてないんですけど、しばらくつけようと思います。ポボギフトありがとうございます。ポボギフトデカハート集めてます。よろしくね。髪の毛は当面ロングのまま、そうだね、ロングのまま行きたいなという感じなんですけど、だいぶエクステ取れてきちゃってるので、まあしばらくしたらちょっと付け直しに行かないとなっていうところです。でもロングにしたくて、地毛でこれぐらいの長さになるのが理想なので、それまではエクステをつけながら徐々に伸ばしていこうかなって思ってるところですね。こんにちは、やっほー。今日もめっちゃ可愛い&大喜利指数の上がり方が早すぎますね。素晴らしい。だってね、上の数字のやつつけて、ゲリラで始めてつけて5分も経たない間に1000超えてる。すごい、ありがとう。こんにちは、こんにちは、どうも。この枠って言い方がガチ上みたい。まあね、でも他に言い方が見つからない枠以外の言い方が見つからんのよ。のぼせに来ました、ありがとうございます。やっほー。鮭温泉本日も開店です。じゃげーこんばんは、こんにちは、ありがとうございます。仕事の休憩時間に来ました。だって大変だ、ありがとう、来てくれて。そう、もうあの、おい、なんだ、なんかいろいろと、なんかいろいろと6位か、びっくりしたおーと思った。6位、ありがとうございます。やったね、6位に上がった、開始早々。そしてマゴロックさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。突破隊221人になりました。だってすごい、221、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。突破隊221人目です。そして太郎さんのファンレベルが10に上がりました。初めて、ありがとうございます。今月初めてということで、突破隊222人、にゃんにゃんにゃん、ゾロ目ですね。ありがとうございます。素晴らしい、にゃんにゃんにゃんのゾロ目。突破隊がまた増えました。嬉しいです、ありがとうございます。ファンレベル10の方222人ということなんですけども、275人への道ということで、あと53人かな、だよね、53人いったら先月の記録を上回ることになります。順調に毎日増えてて本当に感謝です、ありがとう。そしてデカハートとポボのギフトもいっぱい届いててありがたいです、感謝ですこんばんは、こんばんは、こんにちは、ありがとうございます。
すごい初見さんでいっぱいポポのギフトくれたって思ったら初見さんじゃなかった久しぶりじゃない？ねえありがとう。え久しぶりだよ、私の前のアカウント見てくれてた気がするんだけど、ありがとうございます。今茶気温泉のこのアカウントでやってます、大竹ひとみです、よろしくお願いします。こっちのアカウントまたフォローしてくれると嬉しいです、よろしく。お帰りなさいませ。いてこんばんは、やっほー。そう今日ねさっきファンルームに書いたんですけど、あのこのいつも言ってた突破隊ファンレベル10以上の人が何人になりましたってやつ、先月普通に分かんないけど人数が出るようになったからいっぱい増えると嬉しいなって思って言ってたら、それがランク、ショールームのランクが何個 ABC とかあると思うんだけど、ABC ランクの中で上位10人ぐらいに入ってたらしくて、先月のそのファンレベ10オーバーの人がの人数が全体の ABC ランクの上位に入っていたらしくて、なんか選べるペイっていうのがもらえますっていう通知が来てて、知らなくって、私その制度があるの、そう知らなかったんだけど、それをいただくことができてみんなにファンルームで報告しました。ありがとうございます。ほんとなんかたまにねコメント欄で、なんだっけ、ファンダムランキングが何位だよみたいな言ってくれてた方いたんだけど、あんままだその辺のランキングとかどこで見れるのかとかも実はまだ分かってなくてって感じだったんだけど、先月もゆるゆる配信してたらそういう全体のランキングにも入ってたみたいなので、ありがとうございます、本当に感謝です、嬉しい、ありがとう。嬉しいよね、何でも上位は嬉しいですよね。こんにちは、こんにちは、どうもどうも、こんばんは、こんにちは、やっほー。さけちゃんはファンパワーランキングが7位だったので今回もらいました。あ、そうだったんだ、7位、どこで見れたんだそれはどこで見れる、ファンダムみたいな、どこで見れるのかわかんないんだよな、詳しくない。まあありがとう、ポポギフトとデカハートいっぱいありがとうございます、止まらないデカハートありがとう、イエーイあとファン人数ランキングも上位に入れば追加でもらえます。そうなんだ、ファンダムランキング、ファン人数ランキング、いやそれはやっぱりちゃんとあれだね、配信頑張んなきゃもらえないものだし、配信頑張るプラスみんながついてきてくれないと残れないランキングだと思うので、ありがたいですね、とても嬉しいです、ありがとうございます。これだね、なんか通知のところからいけたわ。ファン数っていうのが各ルームにおいてファンレベル10以上の視聴者の合計人数らしくて、ファンパワーっていうのがファンの熱量を表す数値、ファンレベル10で1ポイント、ファンレベル11で2ポイントみたいに、ファンレベル10以上でレベルが上がることに加算ポイントが1つずつ増えていきますって。なるほど、じゃあなんかすごく、ね、熱心なファンの方、熱量って書いてあるから、熱量があるファンの方をたくさんつければいいよっていうことなんでしょう、きっと。なるほど、そうなんだ、すごいな。でも
こんな入ってて。本当だ、パンパワー。なるほど。なるほど、理解。こんばんは、こんにちは、初見さんもありがとうございます。茶毛温泉の大竹ひとみです、よろしくお願いします。どうもどうも。茶毛温泉の大竹ひとみさんは、なんで今ほこりが飛んでた。ポボーギフト、あのミッションでもらえるポボのギフトとデカハートを集めてるので、よかったら協力してください。持ってたらお願いします。ミッションでもらいます。あとフォロワーさん2000人目指してるので、まだフォローしてない方でフォローしてもいいよって方がいらっしゃったら、まだフォローしてない方は私のルームフォローしてくれると嬉しいです。お願いします。こんにちは、どうもどうも。どんどん続々と集まってきた、みんな。じゃげー、どうも。仕事の一報を書きながら見てます。お疲れ様です。お疲れ様。まだね、多分会社にいる方もいると思うし、今から帰るよって方もいると思うし、お疲れ様です。皆様まだ5時台だもんね。もうすぐ6時です。こんにちは、やっほー。あら、フォローしてくれて優しい方ありがとうございます。やさ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 。フォロワーさん2000人と、あとなんだっけ、ファンレベル10以上の方275人以上目指してます。デカハートってどこでもらえるの？デカハートはギフトです。限定ギフト、限定欄のギフトです。イベント参加してる人のみが投げられるギフトになってます。1個1ゴールドなので投げやすいイベントになっております。昨日は美味しいもの食べれた。そう、昨日は実はのどぐろの酵素を食べに行きまして、めっちゃ美味しかったです。そうなんですよ、私もともと海鮮は火を通さないと苦手な人だったんですけど、そう、初めてのどぐろのお刺身も食べたんだけど、すごく食べやすかった。待って、なんかすごい勢いでデカハートが来ています。私がのどぐろの説明をしている間にものすごい勢いで大量にデカハートが届いている。ありがとう、みんな投げてくれて。その白いデカハートを集めておるのです。あとポボのやつもありがとうございます。嬉しい。あ、すごい、一瞬でポンポンって上がってった。すごーい、一瞬で5位になった、ありがとう。まもなく定位置やめて。そうですね、このポボのやつはミッションなんですけど、この限定ハートは有料の1ゴールドかミッションで貯めたゴールドで投げることができますってコメントしてくれてる優しいファンの方、ありがとう。のぼせに来ました、ありがとう。やっほー、こんばんは。にデカハートありました。そちらです、そちらが私の今参加してるイベントの対象ギフトになります。ぜひ協力よろしくお願いします。なんかあれだよね、ゴールド自体がこう無料でもらえるようになったことによって、こういうイベントの時参加しやすくなったよね。みんな無料でもらえる、こうミッションでもらえるとか、あとなんだろう、チャレンジでもらえるとかはたったその一度きりみたいな感じになったり、1個しか、1週間で1個2個ぐらいしか投げられないって時あったと思うんだけど、
そうゴールドがもらえるようになってから結構平等に楽しめるようになっている気がします。こんばんは、どうも。わーいっぱいありがとう、本当にたくさんのデカハートありがとうございます。ポポギフトも初見さんまで投げてくれてありがとうございます。伸ばせに来ました、やっほー、どうもです。茶気温泉の大竹ひとみです、よろしくお願いします。茶気温泉はプロフィール欄に情報量が少なすぎるのでもし気になることがあったら直接コメントにどうぞ、お気軽コメント18日からまた仕様変わりますよね。え、なんかね来てたよね、なんだっけあれ、もっともらえるようになるのか、どこだっけ、お知らせだっけ。私見たよちゃんと、これだデイリーミッション内容みたいな。特典ペイって何ですか、あれかな、ファンルームに書いたやつですか。はあのファンレベル10以上の人の人数とかファンレベル10以上の人がなんかファンレベル10でポイント1、11でポイント2みたいな感じで、そういうなんか熱量、ファンパワーみたいな、そういう熱量でランキングが出るらしいんですけど、その順位に応じてあのアマゾンギフトだったりペイペイの、あのギフトだったりっていう選べるペイってそういうことなんですよね。自分でその何円分何にでも換金できるという素晴らしいシステムのやつもらいました。私は安定にアマゾンにしました。そう、ペイペイとか楽天とかでもありがたかったんですけど、安定にアマゾンが使うのでアマゾンギフトを変えさせていただきました。ありがとうございます。そういうなんか特典があること知らなかったので、何の話って思って、何の通知だろうって思った。そういうことでした。感謝です。お仕事戻る、またね。だって行ってらっしゃい。バイバーイ。すごいよね、なんかそういう選べるペイみたいなそんなのあるんだと思ってびっくりです。さっき言ってた18日から仕様が変わるってやつがね、なんか3月18日月曜日の15時からデイリーミッションの内容が変わって、ショーゴールドが1日で最大160ゴールド獲得できるようになるんだって、すごくない？ 1 日で160ゴールド割とね、4位になった、おーおーありがとう、すごい、4位になった、ありがとうございます。定位置やばい、定位置だ、ありがとう、来たわあ、ポボギフトいっぱいみんな投げてくれる、ありがとうございます。ポボのギフトとデカハート、白い限定のデカハート集めてます、よかったらお願いします、よろしくね、わあありがとう、持ってる方投げてくれる、優しい、ありがとね、わーい、あ、アルシオネさんのファンレベルが10に上がりました、突破隊223人になりました、ありがとうございます。223人、おー増える、増える、増える、嬉しい、ありがとうございます。順調に毎日増えています、嬉しみです、ありがとうございます。こちらこそありがとう。ちゃけちゃんこんばんは、こんばんはに、どうもどうも、ちゃけ温泉の大竹ひとみです、よろしくお願いします。
ぜひぜひルームフォローもしてください。お気軽にコメントもフォローもお待ちしております。すごいね、先月超えも見えてきたね。本当だね、ファンレベ10オーバーの突破隊275人、今月中に満席いけるかなね。なんかまあでも今日中に、今月中だと思ってる、今日中にですか、今日中いけるかな。今日中は結構大変じゃない、どうだろうね。待って、あと30人ぐらいでしょ。今日中は結構大変よ。ね、でも夜も、まあ、今も夜なんだけど、夜も配信しようかなって思ってるから頑張りたいところですね。のぼせに来ました、ありがとうございます、やっほー。さけさんにとっては今は昼、まあ、夕方ぐらいの感覚。さすがに今日私も朝から起きて動いてランチして帰ってきていろいろバタ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 してたんで、一日は長く感じています。今なんて言おうと思ったんだっけ、忘れちゃった。なんて言おうとしたか忘れてしまいました。こんばんは、やっほー。何そのアバター、土偶。土偶。こんばんは、ヤッホーです。こんばんは、こんばんは。すごいたくさんデカハートありがとう、止まらないデカハート。感謝ありがとうございます。なんて言おうとしたんだっけ、全然出てこないや、忘れちゃった。最近なんかこれ系多くてさ、なんかスマホ触ってて、あーあれ調べようとか、あーあれどこで買うんだっけとか思って、あ調べるかって思ってスマホ開いたのに、何を見るためにスマホ開いたのか覚えてなかったりとか、あれインスタで見とかなきゃとか思ったのに、何を見るためにインスタタップしたのか覚えてなかったりとかして、なんかもう終わってるんですけど。そう、わかる。全然出てこないの、何しようと思ったんだけど。一緒。一緒、やばい、一緒じゃ困るやつだよね、これの共通点は良くないですね、本当に。僕の年ならよくあるんだが、って私の年じゃあれあれみたいな感じですよ。お、本日喉乾いてるからルイボスティーがどんどんなくなってきました。うん、ルイボス会員、近くにある飲み物はあと体すこやかちゃしかないので、必要であれば取ってきます。体すこやかちゃダブル。なんかさ、今日乾燥してるのは気のせい、これ花粉かな、乾燥と花粉どっちかわかんないんだけど、すごい喉がイガイガするの。ああ。これは花粉かしら、乾燥はあんましてないよね、晴れてはいるけど。今日気温高かったね、あったかかった。でもなんか薄着して、薄着っていうかワンピース1枚みたいな感じで外出ちゃったから、それじゃあやばいって、外出ようとしたからやばいと思ってショートダウン着たら普通に暑かった。あの窓際とかさ、テラス席とかだとさ、膝強くて夏かと思ったんだけど、
ガラス越しのあの直射日光やばかった激アツ。今日は唇が乾きます、乾燥してるよ、ダブルじゃないだった。あ、本当？今日乾燥もやばいんか、やっぱ気をつけよう。そっかそっか、じゃあ花粉と乾燥ダブルパンチかしら。本当に喉のケアだけはしっかり。ぽかぽかよね。ね、今日は真夏よ。真夏か今日そこまで言ってますかあら、初めて来てくれてすぐフォローしてくれた方がいる。優しい、ありがとうございます。茶気温泉の大竹ひとみです、よろしくね。まだフォローされてない方ぜひよろしくお願いします。フォロワーさん2000人を目指してるので、ぜひ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 お願いします。そしてファンレベル10以上の方275人を今月目指してるんですけど、222人だっけ今、222?223 ぐらいまで来てるので、ぜひぜひ応援してくれると嬉しいです、お願いします。そしてポボギフトと、あのミッションでもらえるポボのギフトとデカハート、限定欄にあるデカハートを集めてるので、そちらも協力してくれると嬉しいです、お願いします。定型文のように喋るこれをありがとう、嬉しい、投げてくれて、みんな持ってるやつ投げてくれてありがとう。多分ポボのやつが明日までだっけ、これデカハートはあと4日ぐらいあるんだけど、ポボのやつはね確か明日ぐらいまでだった気がするんですよね。のぼせに来ました、ありがとうございます。こんばんは、初見さんもコメントありがとうございます。お気軽コメントよろしくお願いします。お気軽コメント、お気軽フォローぜひ、ありがとう、ハートまでくれて。そうだよね、明日までだよね。これのさ、なんかキューピッドフェスみたいな書いてあるやつはさ11時59分までなんだね。私が参加してるこのデカハートみたいなやつのイベントは終わりが21時59分とかになるのかな。これキャンペーンみたいな、みんな強制参加的キャンペーンみたいなのは23時59分までなのか、いまだにこの差が覚えられないんだよな。そういうことだね、明日までですね、明日いっぱいまでです。てか明日エンジェルパンダやるじゃん、明日。なんかパンダさんいつも私のルーム来てくれないんですけど、明日はでも9時から私は用があるので、やれても8時から30分ぐらいだな、この回遊期間みたいなね。みんなでパンダ待ちしてるの結構楽しいんですけど、明日はちょっと9時からオンラインでやんなきゃいけないことがあるから、うん、そうですね、ちょうどいい時間が配信できなくてちょっと悲しい。うん、あ、くしゃみです。あ、出ない、あ悔しい、出なかった悔しい、最悪明日はもちろん配信はやります、やりますが、ちょっといい感じのパンダ待ちみたいないい感じの時間帯にできないんですよね。夜はできます、0時までの感じとかだったら全然できるんで
どこまで読んだっけ。私がくしゃみを我慢してる間になんか上の方まで来ていた。こんばんは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 。すごい。茶犬さんもいっぱい来てくれました。二度目ましてさんも。ありがとうございます。茶犬温泉の竹ひとみです。よろしくお願いします。あ、はい。